ダスティン・ポイエーは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。ルイジアナ州、ラファイエット出身。元 UFC 世界ライト級暫定王者。UFC 世界ライト級ランキング1位。ダスティン・ポワリエとも表記される。フランス系系ジャンの家系に生まれ、幼い頃からボクシングが好きであったことから、総合格闘技にも興味を持つ。 ノースサイド高校に入学するも、ストリートファイトなどのトラブルが絶えなかったため一年生時に中退している。2009年にプロ総合格闘技デビュー。その後、ローカル団体で7000前勝の戦績を残し、WEC と契約を交わした。2010年8月18日、WEC50 でダニー・カスティーリオと対戦し、0から3の 判定負けを喫するも、11月の WEC52 ではザック、ミッケルライトに、パウンドで1チコ勝ち。その後、UFC が WEC を統合することが発表されたため、UFC と契約した。2011年1月1日、UFC 初参戦となった UFC125 で、当初は UFC 世界フェザー級王者ジョゼアルドに、 挑戦する予定であったジョシュ・グリスピと対戦し、3から0の判定勝ち。なお、この試合からフェザー級に転向した。2012年2月4日、UFC143 でマックス・ホロウェイと対戦し、マウントポジションからの腕ひしぎ三角固めで 1R1 本、勝ち。サブミッションオブ・ザ・ナイトを受賞し、UFC4 連勝となった。2012年4月5日、 UFC On Fuel TV3 のメインイベントでジョン・チャンソンと対戦し、優勢に試合を進めたものの、4R にダースチョークで逆転の一本負け。敗れ走ったものの、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。また、この試合は、ESPN、シャア・ドーグなど、各総合格闘技老舗サイトのファイト・オブ・ザ・イヤーを受賞した。2013年2月16日、 UFC On Fuel TV7 でフェザー級ランキング6位のカブスワンソンと対戦し、0から3の判定負け。2013年8月31日、UFC164 でフェザー級ランキング10位のエリック・コクと対戦し、3から0の判定勝ち。2014年4月16日、UFC ファイトナイトビスピン VS ケネリでアキらコラサニと対戦し、 スタンドパンチレンダーで 2t コ勝ち。ファイトオブザナイトを受賞した。2014年9月27日、UFC178 でフェザー級ランキング9位のコナー・マクレガーと対戦し、左フックでダウンを奪われ、パウンドで1ティコ負け。2015年4月4日、ライト級復帰初戦となった UFC ファイトナイト、メンデス・ VS ・ラマスでディエゴ・フェレーラと対戦し、 パウンドで 1RKO 勝ち。パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2015年6月6日、UFC ファイトナイト、ボッチ VS、ヘンダーソンでヤンシーメデーロスと対戦し、スタンドパンチレンダで1キコ勝ち。パフォーマンスオブザナイトを受賞した。この試合は、メデーロスの体重超過により 72.3kg 契約で行われた。二千十六年六月四日、 UF, 2016年9月17日、UFC ファイトナイト、ポイ VS、ジョンソンで、ライト級ランキング10位のマイケル・ジョンソンと対戦し、カウンターの左ストレートでダウンを奪われ、パウンドで 1RKO 負け、ライト級復帰後の連勝は4でストップした。2017年2月11日、UFC208 で、ジム・ミラーと対戦し、ローキックを効かされたものの、 スタンドの攻防で終始優位に立ってにかられの判定勝ち。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2017年5月13日、UFC211 でライト級ランキング3位のエディ・アルバレスと対戦し、2R に手をついた状態のポイエーの頭部に、アルバレスの膝蹴りが入り、レフェリーが、膝蹴りは故意に放たれたものではないと判断したため、無効試合となった。試合後のインタビューで、 謝罪したアルバレスにブーイングを浴びせる観客に向かって、彼にブーイングするな。彼はチャンピオンであり、世界中のどんな場所でも戦ってきた。彼には尊敬の念以外何もない。彼は戦士だ。とアルバレスに敬意を表すように訴えた。2017年11月11日、UFC ファイトナイト、ポイ VS、ペティスで、ライト級ランキング13位のもと、 UFC 世界ライト級王者、アンソニー・ペティスと対戦。グラウンドの攻防で互角の展開となり、3R にバックマウントから反転した際に、ペティスがアバラボネを負傷し、タップアウト勝ち。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2018年4月14日、UFC オン・フォックス29でライト級ランキング6位の、ジャスティン・ゲージーと対戦。序盤から激しい打撃戦を繰り広げ、 4R にローキックに合わせたカウンターの左ストレートでゲージをぐらつかせ、追い打ちのスタンドパンチ連打で TKO 勝ち。2試合連続のファイトオブザナイトを受賞した。2018年7月28日、UFC オンフォックス30でライト級ランキング3位のエディアルバレスと再戦。2R にアルバレスが反則技である垂直方向の肘打ちをポイエーの肩へ放ってしまい。 試合が中断したものの、その直後にスタンドパンチ連打で TKO 勝ち、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。試合後のインタビューでは、UFC 世界ライト級王者、ハビブ・ヌルマゴメドフに対戦をアピールした。2018年10月9日、UFC230 でネイト・ディアスと対戦する予定であったが、ボイエの負傷欠如により、キャンセルとなった。 UFC242 の記者会見、UFC 世界暫定王座獲得2019年4月13日、UFC236 の UFC、世界ライト級暫定王座決定戦で1階級下の UFC 世界フェザー級王者マックス・ホロウェイと5年ぶりに再戦。序盤からパンチの連打で、ホロウェイに大きなダメージを与え、スタミナ切れを起こすことなく、 フルラウンドを戦い抜いて3から0の5、R 判定勝ち。暫定王座獲得に成功し、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。世界王座陥落2019年9月7日、UFC242 の UFC 世界ライト級、王座統一戦で、正規王者のハビブ・ヌルマゴメドフと対戦。1R からグラウンドで圧倒され、3R にヌルマゴメドフのタックルに合わせ、 ギロチンチョークを極めかける場面があったものの、外された直後に、リアネーキドチョークで一本負け。王座統一に失敗するとともに、暫定王座から陥落した。2020年6月27日、UFC オン ESPN、ポイ VS、フッカーで、ライト級ランキング5位のダンフッカーと対戦し、3から0の 5R 判定勝ち。ファイトオブザナイトを受賞した。 2021年1月24日、UFC257 でライト級ランキング4位の元 UFC 世界2階級制覇王者、コナー・マクレーガーと約6年ぶりに再戦。序盤から左カーフキックを効かせ、2R 中盤にスタンドパンチ連打で、マクレガーをひるませたところに、右フックでダウンウーバイパウンドで TK を勝ち、パフォーマンスオブザナイトを受賞し、リベンジに成功した。 この勝利により、歴代5位タイ記録となる UFC 勝利数を飾った。なお、この試合で、ポイエーは、PPV ボーナスやスポンサー料を含めない、ファイトマネーのみで100万ドルを稼いだ。スタンドは、左右のロングフックを一発ヒットさせてからラッシュを畳みかけるスタイルを得意としている。また、パンチ単発の威力も高く、 サウスポースタンスから繰り出される左ストレートと左フックは致命的なダメージを与えることができる。相手の顔面とボディにパンチを的確に打ち分け、パンチのコンビネーションの中にキックを織り混ぜるなどのクレバーさも兼ね備えている。スタンドの打撃だけでなく寝技でもハイレベルのテクニックを持つ。ありがとうございます。